マーチ 86G、日産マーチ 86G は、マーチエンジニアリング作成の1986年型グループ C、イムッサ GTPO 汎用車種である。マーチ 86G 車種は全部で11台製作され、6台がイムッサを戦うマクラーレンノースアメリカの BMWGTPO。1986年の全日本耐久選手権及び、 ルマン24時間レース参戦用に日産がマーチより4台購入。残る1台がゼネラルモーターズ製エンジンを積んだ。日産用と BMW 用、GM 用はホイールアーチ等外観も異なる。1985年シーズンはシルビアターボ C、スカイラインターボ C の名前でレースにエントリーしていた日産のシーカーだったが、 1986年シーズンのマーチ86時、日産は日産 R86V の名でエントリーしている。この命名ルールを作成したのは日産自動車の大久保よしみ。日産は前年に引き続き 3.0LV 型6、キットターボエンジン VG30 を搭載してグループ C レースに参戦した。 シャーシは 86G-5 から 86G-8 を購入し、86G-5 は当初星野レーシングに提供されたが、1986年ルマン用に日産ワークスチームにリースされた。86G-6 及び 86G-7 は日産ワークスチームによって運営され、86G-7 はハセミモータースポーツ、 86G-8 は、パーソンズレーシングチームに販売された。デビュー戦は、国内耐久の開幕戦、鈴鹿 500km。星野レーシングのシャーシ 86G-5 のみが参戦した。しかしプラクティス中のエンジン炎上で決勝には、参加できず、実質的なデビュー戦は、第2戦の富士 1000km、チームルマンからエントリーのマシンが5位で完走している。 シャーシ 86G-5 はこの年が初出場となる日産のエースマシンとしてルマンに遠征するが予選で24位を獲得した後決勝は4時間ほどでギアボックスの故障でリタイアとなった帰国後の国内耐久では4戦中3戦でフロントローを独占する速さを見せたが決勝ではリタイアが多く一度も表彰台に立てなかった 翌1987年は、日産がの主力マシンを、V 型8気筒バ30搭載のマーチ 87G に移行したため、V 型6気筒を搭載するマーチ 86G を使用するのは、サテライトのチームルマンのみとなったが、熟成不足の V 型8気筒エンジン搭載車よりも、むしろ構想を見せることも多く、WEC ジャパンでは 3.2L に拡大した、アルミブロック VG30。 和田隆夫のドライブで、日本の自動車メーカーのエンジン搭載車初の、ポールポジションを獲得した。最終戦、富士 500km でも連続ポールポジション獲得。決勝でも、日産シーカーとして事実上初めて優勝争いに、加わり過去最高の4位に入賞している。翌88年もチームルーマンからルーマン24時間に、遠征。 JSPC 第4戦以降はマーチ 88G に移行したが、WEC ジャパンでは 88G との2大体制で、チームルマンから参戦している。BMWGTP。ありがとうございます。